在日米海軍辻堂演習場協会の看板。1955年撮影、福地聖一在日米海軍辻堂演習場は、神奈川県藤沢市及び、茅ヶ崎市の沿岸に存在した在日米軍の海軍施設である。国有地は、大倉省管財局の管轄となり、順次土地処分が行われた。上記までの時点で、藤沢市に売却予定9816坪。 神奈川県へ無償貸し付け予定56,850坪、茅ヶ崎市に売り払い予定8,917坪が残った。蒸気予定地のうち、神奈川県への無償貸し付け予定地につき、以下のサイエンスランド問題が発生した。神奈川県への公園用地としての無償貸し付け予定地につき、県で予算がつかないことから、神奈川県知事の内山岩太郎が、 自ら営利会社の発起人になり、講演家の方針を破棄し、当該会社への国有地の払い下げを陳情し、出資を募集した問題。営利会社への国有地の払い下げの可能性が低いにもかかわらず、出資を募ったことも問題視された。神奈川県知事を筆頭に、長沼幸樹、藤井恵馬、市村清平木真嗣、小前健一郎、本間加平。 藤川和明、岡崎真二、安西正夫、松原与蔵松、後藤登、藤井深四作りなど、日本の財界の有名人87名が連名で、発起人となった。経営以下の施設が設置される。キャンプ茅ヶ崎。ありがとうございます。